朝鮮語、または韓国語は、主に朝鮮半島で使用されている言語で、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国の国語、中華人民共和国の吉林省延辺朝鮮族自治州と、朝白朝鮮族自治県でも公用語として使用されている。韓国と漢字文化圏の民間などでは韓国語、または漢語とも言う。韓国と北朝鮮では聖書法、 発音などについて、それぞれ独自に標準を制定し、辞書の配列、語彙などについても相違が生じている。日本の言語学、音陰論など、学術的には表記として朝鮮語が用いられるので、ここでの学術的な言語名は朝鮮語に統一して記述する。なお、この言語の母語とする人口が約100万人いる中国の遠辺朝鮮族自治州と、 朝市路朝鮮俗児知見の公用語としても朝鮮語と呼称するが、この言語の日本と中国の朝鮮語学科での学習基準は、韓国のソウル標準語が中心である。最古の朝鮮語辞書、朝鮮語辞典約5200万の韓国人、2500万以上の北朝鮮人、約250万の朝鮮族と在中韓国人、約280万のアメリカ合衆国やカナダの、 韓国系アメリカ人、韓国系カナダ人、約80万の在日韓国、朝鮮人と朝鮮系日本人、約70万のロシアや中央アジア、ヨーロッパの高麗人と韓国人の間で話される。ただし、これらのうちウズベキスタン、カザフスタンなど、中央アジアで話されている言語は、高麗語として別言語扱いとされる場合もある。現在の韓国の標準語は、 ソウルの方言がベースになっており、北朝鮮の文化語は、平壌の言葉を基準にしているが、朝鮮王朝の首都はずっと関与だったので、両方ともソウルの方言が起源である。音,音、陰面では、死因に有機音と無機音の対立がある。連音が起こることも特徴である。音節構造においては、ほとんどが母音で終わる。海音節の日本語とは異なり、死因で終わる。 平音節も多く現れる。ただし、在日朝鮮語では日本語の影響で平音節の発音はほぼ崩壊している。言語類型論の観点から見ると、日本語と同じ膠着語であり、就職語は非就職語に専攻し、全知詞ではなく、高知詞を用いる。歴史的に日本語やベトナム語と同様に、中国語と漢字文化の影響を強く受けてきたが、 現在の表記には主にハングルが用いられる。韓国、北朝鮮でそれぞれ規範形の定められている複数、中心地言語でもある。言語学的な基準からすると、韓国で話されている言語と北朝鮮で話されている言語は同一の言語であるが、南北には発音、語彙、文法、聖書法などに違いが存在する。ISO639 による、 言語コードは2字がこう、3字がこうで表される。日本では伝統的には朝鮮半島、朝鮮民族などと同様に朝鮮の名を冠した朝鮮語という呼称が用いられているが、朝鮮半島が南北に分かれ、日本が韓国としか国交がない現状を反映し、特に韓国語と呼ぶことが多い。その他、コリア語、韓国朝鮮語、 高来語など多くの故障が存在する。また、本来ハングルは文字の名前であり、言語の名前ではないが、言語名としてハングルを用いることもあり、NHK はハングル講座を放送している。ハングル能力検定試験協会は、韓国、朝鮮語を統括する意味でハングルを用いていると説明している。韓国では、韓国語に相当するという故障が用いられており、 北朝鮮においては、朝鮮語に相当するという呼称が用いられている。ここで、は、言葉を意味する朝鮮語の固有語であり、は、語の読みを表した漢字語である。固有語を好む傾向のある北朝鮮では、が用いられることが多く、韓国では、公式な場面では、を用いた、が通常を用いられる。この他に、朝鮮民族同士の表現として、国語に相当する。 朝鮮語の固有語で我々の言葉を意味するという表現を用いられる。中央アジアの朝鮮人の間では、高麗語という呼称が用いられている。ただし、高麗語は朝鮮半島の言語とは別の言語を指す場合がある。詳細はこれを丸、または本記事項術を参照。中華人民共和国は1949年の建国から社会主義陣営に所属しており、 当初から北朝鮮を朝鮮半島全体の唯一の政党政府としていた立場から朝鮮民族の国家、民族や言語、文化に関する呼称に朝鮮を使用し中国の国民を構成する朝鮮系の集団やその言語に対してもこの名称を用いて朝鮮族や朝鮮語と呼称してきた。しかし1992年に韓国と中国が 国交を樹立してからは、韓国との直接交流が進展し、韓国資本の裏付けにより、韓国式の語彙や文字配列をそのまま移植した語学テキストや辞典類が韓国語の名称を冠して発行されるようになった。その結果、韓国語、韓語という呼称は、新たに中国の延辺朝鮮語とも北朝鮮の朝鮮語と、ともに韓国の言語に対する呼称として、 朝鮮語とともに併用されるようになってきている。現在の中華人民共和国で出版されている外国語学習用の教材やテレビラジオ放送、大学で学ぶことになる聖書法、発音、語彙、文法等もほとんど韓国の標準語である。中国本土を除く中華圏では政治体制上の理由で韓語としか呼ばない。中国と日本民間企業でも 韓国との経済交流が盛んであるため、韓国語と呼ばれることがあるが、日本の外務省と中華人民共和国の外交部の公式サイトでは、国に応じて別の呼称を使用している。多くのヨーロッパ言語では、高来に由来するコリアンなどの名称を用いており、中立性の問題は提起されていない。漢字文化圏言語では朝鮮、または韓国語、その他は、 公来から由来した名称を用いている。その他の独自の呼称として、モンゴル語のソロンゴス、満州語のソラホーなどがある。一般的には分類上孤立した言語とみなされるが、チェジュ語別の言語として、両者を朝鮮語族にまとめることもある。アルタイ書語との関係、また、日本語との関係もしばしば議論の的となる。学者によっては、日本語とともに、 ある対処語に含める場合もある。統語面では、基本語順は SOV 型であり、日本語と類型論的に同じ語順を持つ。否定や法の表現では、逆位となる場合やいわゆる、カバン語によって、否定表現が一語となっているものがある。助手で主題を表示する点は日本語と共通している。音韻的な面では、古い時代では古等に、流音、優勢阻害音が立たない。 点、母音調和が見られる、点、母音連続を避ける点などが日本語と共通する。これらは、アルタイ諸語に共通して見られる特徴でもあり、朝鮮語及び日本語がアルタイ語族であるという論拠の一つになっている。ただし、朝鮮語の音説が平音説を基本としているのに、対し、日本語は開け音説を基本としているなど、相違点も見られる。その一方で、語彙は、 漢字語あるいは、字音語を除き、一定の音韻対応によって、系統的に同一の素型に当てはまるものは、見出されていない。江戸時代から、様々な側面から、日本語と朝鮮語の類似性を指摘する研究者はたびたび、現れている。小倉新平は、津島方言と朝鮮語の関係を研究したが、津島方言への朝鮮語の借用以上のものは、見出していない。 漢字の語音は古くは、スシモ音と呼ばれ、研究者の中には、朝鮮字音から直接輸入されたと考えるものも、あったが、河野六郎の研究などによりその重層性が、明らかにされていった。かつてのような単純な説は出されることはなくなったが、現在でも様々な資料と方法によって、親族関係を見出そうとする研究が続けられている。共通点については、 言語連合の可能性もある。朝鮮語が孤立した言語でないとしたら、アルタイ語族に属すであろうという意見もある。ただし、チュルク語群、モンゴル語群、ツングース語群には一定の類似性があるものの、それらが共通の祖語を持つアルタイ語族であるということは、今のところ証明されるめどは立っていない。歴史学の見地から考えると、クダラシラギコクリでは、 言語体系が異なるという説も存在しており、三国史義書弁神殿には馬漢新官官においては異なる言語が用いられていたという記述が存在している。また、高麗王朝の支配者層は元の時代にモンゴル系民族にとって変わられたため、モンゴル系言語の流入も考えられており、言語体系は定かではない。その中でも朝鮮語はアルタイ語のうち、 ツングース語族との関係が最も深いと考えられており、唯一まとまった文字資料を持つ満州語との比較研究が行われている。朝鮮語を公用語と定めている韓国と北朝鮮は、それぞれ別々の標準編集を規定している。韓国における標準編集は標準語であり、ソウルの教養ある人々が使用する言語と規定される。また、北朝鮮における 標準編集は文化語であり、平壌の労働者階級が使用する言語と規定される。ただし、北朝鮮の標準語も実際には伝来のソウル方言を基礎としており、元来の南北の方言差に由来する標準語の際は、皆無ではないもののかなり限定的である。また、中国領内の延辺朝鮮語は、基本的に北朝鮮の標準語を基範としている。日本統治前は、 朝鮮半島南部と北部出身者が会話した場合に地域間の過温差から話が通じないことがあった。学校教育推進のために一定の指針となる標準語を求めた朝鮮総督府は普通学校における標準語の規範を長く首都とされてきた京城府の中流階級が使用する言語とした。これにより南北双方の言語とも20世紀前半の ソウル方言が基礎となったが、韓国と北朝鮮が、それぞれ独自の言語政策に基づいて、標準語を発展させていった結果、語彙聖書法、辞点における、文字配列の順序などで、韓国における、と北朝鮮における、の間に相違が出ている。例えば、韓国と北朝鮮では、独立後に漢字表記の廃止と、日本語語彙の置き換えが着手されたが、 それぞれが個別に行った結果、韓国における韓国語と北朝鮮における朝鮮語の相違を拡大することになった。中国領内の遠辺朝鮮語では取り立てて日本語語彙の追放に取り組まれることがなく、さらに中華人民共和国の建国以降は近代的概念を表す語彙を中国語経由で取り入れるようになったことから、朝鮮半島における韓国語、 朝鮮語とは別個の独自の特徴が拡大されることとなった。韓国と北朝鮮の言葉の違いに関しては、朝鮮語の南北さを参照。小倉新平による方言区分朝鮮語の方言は大きく本土方言と、ジ,ジュ方言に分けられ、そのうちの本土方言は、西北方言、東北方言、中部方言、西南方言、東南方言の5つに分類される。 韓国の標準語の基礎になったソウル方言は中部方言に属し、日本においても比較的知られている。普山方言やテグ方言は東南方言に属する。朝鮮語の音節は V の構造を持つ。単母音は本土方言 A、E、I、O、U の8つであり、ソウル方言ではと E の区別はなくなり、母音音素が7つになっている。 二重母音は、み、のみである。母音調和は中期朝鮮後には存在したが、現代語ではその痕跡を残すだけにとどまる。死因は、破裂音、p, p, p, t, 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 k, 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 破札音、摩札音、s, s, h, ビヨンマイメートル、n, 流音、l が存在する。破裂音及び、破札音は、ヒラ音、脳音、 激音が対立し、摩擦音の S は、平音、ノートが対立する。五島においては、L が立つことができず、I、J の前に、N が立つこともできない。音節末においては、平音、ノート、激音の対立が中和され、また、破殺音及び摩擦音が T に中和されるため、P、T、K、M、N、L しか現れることがない。 また音節末の破裂音、P、T、K は内波音として発音され、多くの日本語母語話者にとって聞き取りの難しいものである。また、様々な同化規則が存在する。朝鮮半島に漢字が伝えられて、以来、リートや合殺、苦結など、漢字の音訳を用いて朝鮮語を表記する方法が、いくつか試みられた。 しかし、朝鮮語と中国語の言語構造の違いや朝鮮語音韻の複雑さから普及度は小さかった。本格的な表記が始まったのは1443年の訓民声音制定以降である。最初期の表記法は一部の例外を除いて文字を発音通りに綴る表音主義的な表記法であった。16世紀からは、 形態主義的な表記法も徐々に取り入れられ始めたが、知識人の各文章では、形態主義的綴り、庶民の各文章では、表音主義的綴りが多く見られた。19世紀末期には日本語の漢字から混じり表記と、似た漢字ハングル混じりで書かれた朝鮮語が文言と、並ぶ、行政語の地位を獲得し、聖書法も徐々に固まりつつあったが、それらが根付く前に朝鮮は、 日本統治時代へと突入することになる。漢字ハングル混じり表記は、後の時代にも、新聞の見出しや書物の表題、序文などに見られるが、それによって本文が書かれた書物はほとんど存在しない。朝鮮総督府は、平合地時代初期に、普通学校用、音文鉄字法を定めたが、これはそれまでの民間の慣習的表記法を整理し、成分化したものである。 聖書法は、朝鮮語鉄字法統一案など、さらに数度の修正を経て、2008年現在、韓国では、ハングル聖書法、北朝鮮では、朝鮮語基範集が用いられている。南北の聖書法共通の最大の特徴は、携帯主義を取ることとは勝ち書きをすることである。朝鮮語には、連音や動化などの音韻規則が豊富であり、 一つの形態素が音韻的な環境によって別々の音声として現れることが多々ある。音声が異なっていても同じ形態素であれば可能な限り同じ文字で表記しようというのが形態主義である。分かち書きの単位は日本語における文節に近いが南北の現行の聖書法では分かち書きの規定が互いに若干異なる。して南は書きを多用する傾向にあり北は 分かち書きが少ない傾向にある。また、朝鮮語をラテン文字で表記する方法については朝鮮語のローマ字表記法を参照。インドヨーロッパ語族やアフロアジア語族に見られる性、数の概念はなく、性、数、角の一致の概念もない。朝鮮語の語彙は大きく分けて、固有語、漢字語、外来語の3つの階層から成り立っている。特に、韓国における、 朝鮮語の外来語のほとんどは英語であり、固有語の上に漢字語と英語などの欧米系借用語の二つの上層を持つという意味において日本語やベトナム語に似た語彙構造を持っているということができる。それぞれの階層の語が語彙全体の中で占める割合を日本語と比べた場合、固有語と外来語は割合がやや少なく、漢字語は割合がやや高い。一層目の固有語は 古来の朝鮮語である。すべての品種に広く分布しており、朝鮮語の語彙の核であるが、日本語と同様基本語彙の中にも漢字語に侵食されているものがあり、その比率は日本語よりも高めである。例えば、山を表す、三、川を表す、五は、それぞれ山、こうであり、もともとあった山と川を表す固有語は残存しているものの、 意味の縮小と非日常語化を余儀なくされた。二層目の漢字語は、概して中国語由来の語彙である。まず伝統的な語彙に見られる漢語は、中国との長い間の接触によって、時々の中国語から直接に借用され、または国内で韓国製漢語として造語された。近代以降は日本留学生が、 和製漢語を取り入れ始め、和製漢語に翻訳された西洋の近代用語を中心に漢字表記語の借用が行われた。日本語から流入した漢字表記語には、日本語においても音読みの漢語として存在したものだけでなく、取り扱い、守備グップ、引き下げ、イウンハのように、日本語では訓読みをしたものも含まれる。漢字語は、名詞、動詞、形容詞に見られる。 名詞はそのまま取り込まれたが、動詞、形容詞は朝鮮語の活用体系に合わせるため、肌をつけて取り込まれた。これは日本語における左辺動詞、形容動詞がそれぞれ互換に、する、だ、なをつけて活用するのと同じである。漢字の読み音は日本語の場合とは異なり、一字に、対して、ほぼ一つに統一されている。稀に一つの漢字が、複数の音を持つ場合があるが、 それは日本語の漢音、語音のように複数の時代の中国音を反映しているのではなく、中国語における一字多音を反映していることが多い。例えば、悪には、AK と O の二つの読み音があるが、AK は悪いという意味であり、O は憎むという意味であり、もともと中国語において存在した区別を反映している。なおこの場合、 日本語では悪を、普通話では、え、w に、それぞれ対応する。三層目は、外来語である。韓国においては、英語、北朝鮮においては、ロシア語が主な輸入源となった。外来語を取り込む方法は、漢字語に準ずる。その他の外来要素としては、主に植民地時代に流入した日本語と、後来末期に、元朝から流入したモンゴル語がある。ここでいう日本語とは、 朝鮮漢字音読みで取り入れられた和製漢語を除き、和語及び日本語読みの漢語、外来語を日本語の発音に近い形で受け入れたものである。例えば、勝負は古典中国語由来の朝鮮漢字音で読む、スペという形で朝鮮語に定着している単語であるが、日本漢字音、勝負に由来するスジョブという形でも流入した。 このようにして日本語から取り込まれた語彙には、弁当、弁と、うどん、ど、バケツ、バカスなどがあるが、韓国、北朝鮮の両政府は、このような日本語からの借用語を排除する政策を取ったため、現在では、高齢者を中心に限られた範囲で俗語として扱われていることが多い。品詞は、名詞、副詞が多く、副詞は、本来の日本語が持っているニュアンスとは、 微妙に異なることが多いこれらの語彙は朝鮮語の語彙全体からして非常に低い割合でしかないが日本統治時代の残滓と考えられたため問題視されたのである。モンゴル語は当時はかなりの影響力があったとする学説もあるが現代ではごくわずかな特殊語彙に痕跡を留めるのみである。韓国と北朝鮮ではそれぞれ別々に言語政策をとったため 二つの地域では語彙にも差が見られる。また、中国の朝鮮語は中国語の強い影響を受けている。中国語を朝鮮語音で読んで取り入れる場合もあれば、中国語音をそのまま取り入れる場合もある。例えば、卒業は、韓国においては、同じ漢字を朝鮮語読みで、コープというが、中国では、を朝鮮語読みして、ピプという。また、コンピューターは、 韓国では英語に由来するクンプジェットだが中国ではの中国語音に由来する他のである。中央アジアにおいてもロシア語の動詞から不定詞語尾を取って代わりにをつけてストライダーとするなどのロシア語流入が行われている。また朝鮮語が輸入した英語であるコングリッシュには元の英語にない独自の英語の語彙も存在する。 ここで掲載した4つの語学試験のうち、日本でよく知られているのは、ハングル能力検定試験と、韓国語能力試験である。ハングル能力検定試験を除く試験はすべて、韓国語の試験とされているため、韓国における、聖書法以外では、不正解となる。ありがとうございます。